世田谷局ケーブル火災は、1984年に、東京都世田谷区で発生した電話ケーブル火災事故で、ある。加入電話や都市銀行のオンラインが一時不通となった、都市型災害で、電電公社が完全復旧宣言を出すまでに9日間を、要した。1984年11月16日午前11時50分、頃。 東京都世田谷区大市堂4丁目の日本電信電話校舎世田谷電報電話局近くの東道で増設工事中の電話ケーブルより出火。17時間近くにわたり延焼し、翌日午前4時37分に沈下した。作業員2名が一時行方不明となったが、死傷者は出なかった。当時、 同局と未縮交差点付近との間で電話回線の増設工事をしており、ケーブルを保護する円管をトーチランプで溶かす作業において、ランプの炎がポリエチレン製のケーブル被覆や詰め物や敷物として使用していたウエスに引火したことが原因とみられている。現場付近には2400回線を一束とする直径6センチメートルの加入者ケーブル52本と、 中継ケーブル35本、計87本のケーブルが通っていた。この火災により、世田谷電話局管内の加入電話約8万9000回線、管内の公衆電話、一部の警察電話、区内池尻にコンピュータ事務センターを置く、三菱銀行のオンラインが普通となった。区内三軒茶屋に東京事務センターを置く、大和銀行の東京都、神奈川県、千葉県、 埼玉県の61の支店で一時窓口での預金、ATM での引き出しができなくなったほか、第一官業銀行、山種証券の一部支店や世田谷区、狛江市内の郵便局にも影響が生じた。近隣の狛江、成城、木た、鶴巻の各電話局管内でも電話がかかりにくい状況が続いた。119番や110番などでの緊急通報も、 できなくなったため、東京消防庁では、日の宮倉を活用したり、東京消防庁、アマチュア無線クラブがアマチュア無線で、待機体制を取ったり、市民が直接交番に出向いて、警察の出動要請を行うなどの事態が生じた。東道内部には、狛江、成城、木沼、鶴巻の各局からの中継系ケーブルがあり、6400回線中4000回線が、 普通になった。回線接続箇所は130万箇所。復旧工事に当たった延べ作業員2万3000人、直接工事経費3億3500万円。機動隊員300人、パトカー28台、消防車51台、伝言美客400人が動員された。三菱銀行はマイクロ波中継車を用意し、17日朝に仮復旧した。電電公社では、 臨時公衆電話の設置や、被災地域外からの電話内容のメモを、被災地内の相手方に配達する、伝言備客を実施した。鶴巻電話局では、通常の土曜日は400から500通を扱う、電報が、17日は4400通となるなど、電報の扱いも急増した。郵政省では、世田谷区、目黒区内へのダイレクトメールを除く通常、郵便物を、 即達郵便扱いとする措置を講じた。世田谷区役,役所は札幌市内に臨時に設けた番号から通信衛星で電話を転送する措置を取った。玉川通りでは通常は車両の通行量を感知して点滅間隔を調整する信号制御を行っていたが復旧までの間は等間隔での点滅となった。 11月20日、三菱銀行のオンラインが完全復旧し、同日夜9時に、世田谷電話局に隣接する加入電話398回線が、初めて本復旧した。11月25日、電電公社総裁の新藤久氏は、11月24日午後9時50分までに、全加入者を対象とした、テスト作業を完了したと完全復旧を宣言した。 1975年4月20日、北海道旭川電報電話局投稿文局の火災があり、1.9万回線が普通となり、復旧に2週間かかった。そのため、今回も当初復旧に5ヶ月かかると予想された。1975年2月27日、ニューヨークのアベニュー電話局の東道から出火し、電話局が全焼。 管轄する17万回線中10万回線が普通になり仮復旧に23日完全復旧に6ヶ月を要した。1980年3月、東京の富国生命ビル内のダクト内の電力通信用ケーブルが炎上した。バックアップ体制の不備などがこの事件の最大の問題であった。これを教訓とした対応として以下が挙げられている。 ありがとうございます。